この占い、信じるか信じないかはあなた次第です。やりすぎたまきの都市伝説検証コーナーでございます。はい、今日のお題は、じゃん。はい、キュービの狐伝説の殺生石が割れました。パカーンってこう真っ二つに割れたらしいんですけど、その理由はスピリチュアル的な中理由はあるのかっていうのを占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてありまして、そしてツイッターこのアカウントにて、何月何日何時から受付するよというのを書いて、アナウンスしてますのでよろしくお願いいたします。さて、これね、リクエストがずっとたくさんあって、今頃ですみません、遅くなっちゃって。はい。ニュースを読みますね。3月8日のニュースだね。キュービ伝説の殺生石が割れる。一大事、何かのたたりかと話題沸騰っていうことで、栃木県那須町、那須町、那須町のね、国指定名勝史跡、殺生石が2つに割れたそうです。で、石に姿を変えたキュービ、9個、尾っぽがある、尻尾がある、その、キツネ、その悪行が封じられ、その石が那須から全国に散ったとされるという伝説から630年が経過したそうです。で、災難の前触れなのか、それともね、良いことの知らせなのか、このね、珍しいことが起きた石を、こう、地元の人たちも観光客も、まあね、その他、ね、日本人たちがこう、興味津々に見つめている。みたいな感じですけれども、ほんと見事に綺麗にパカーンって割れちゃったらしくて。はい。ということで、もともとこの石の持っていたエネルギーはいいものなのか悪いものなのか。悪いものだったんでしょ、もともと。って言われてて、こう、なんか、祭ってっていうかなんかやってたんでしょ。なので、割れた、もしね、悪いものだったなら割れたのはいいことかもしれないし。わかんないからね。割れたスピリチュアル的な意味は、こう、いいことなのか、悪いものなのか。どうなんざましょうか。で、この石は今後どうすべきなのか。ね、復元、またくっつけとくべきっていう人とか、そのままとか、お払いしとけとか、なんかいろいろね、あるらしいですけど、どうすべきなのか。これ、タロットカードで出るかな？とりあえず、まあ、なすがまま、流れのままに読んでみるわ。はい。じゃあ、もともと、この石の持っていたエネルギーは、いいものなのか悪いものなのか、どっちなんだいっていうのをね、はい、占います。もともとのこの石のエネルギー。まあ、これはもう普通に悪いものが出たら悪い意味で、いいカードが出たらいいんだと思うよ。それとも、何の意味もないみたいな場合もあるからね。例えば月のカードとかさ。幻じゃねえみたいな何の意味もないかもしれない。もともと月の持っていたエネルギーはどんなものなのか、程度はどんな感じなのか。はい。さあ、どんな感じが出るでしょうか。ドキドキ。タワー、やばいやばい、ここでタワーが出る感じ。そう、ズバッと出ました。もうこれは穏やかなんだけどね。これは逆向くとさ、これセットで逆向くと、人間うつ病の時とかに出るカードがさ、両方正位置で出てるからさ、なんかやばいものを封じ込めてたのかね、穏やかになるようにって。うん。そうね。まあ、悪いものかいいものかで言うと多分悪いエネルギーだったと思う。悪いエネルギーを、封じ込めてた。まあ、そのまんまの伝説その通りかな。ね。悪いもの。でもまあ、なんかその時が来たら、ね、運命の輪が出てるから、ある時が来たら割れる。何かが封印される、封印が解かれるかもみたいなカードも出てるしね。それがその時だったのかな。とにかく悪いものを多分こう、穏やかにこう、封印してたみたいな感じが出た。うん。多分めっちゃ悪いエネルギーだったんだと思う。じゃあ、割れたスピリチュアル的な意味は良いものなのか、悪いものなのか。割れた意味ですね。これも良い意味なのか、悪い意味なのか。それとも、何の意味もない。ただ物理的に割れただけです、みたいなね。感じなのか。さあ、割れた意味は何でございましょうか。いや、なんかドキドキするね。この手の。お占いながらゾクゾクするわ。うん、はい。意味。
スピリチュアル的な意味はいいことなのか悪いことなのか、いや意味ないのか。は、いいんじゃないこれ。ほう、ほうほう。ズバッと出ました。なるほどね。月と女教皇が両脇にいて、恋人とマジシャン。これ、何か、これとこれを統合して何かが生まれるみたいな感じかなって思っちゃった。これ、あの女教皇、ね、水色のカードでさ、この賢い知的なカードが逆見てるから感情的とかね、知性、理性を失ってこうヒステリックになってる状態ですけれども、それと月のカード、あの、不安、混沌、迷い、幻想、幻みたいな。二つとも水色っぽいカードだね。青っぽいこのさ、ちょっと感傷的なカードを、何か、この月を意味する何かと、女教皇の逆を意味する何かが、こう今、統合され、何か生まれるよみたいな。これ、いい意味なんじゃない？ね。いい意味だと思う。ロシアとウクライナ関係あるかな？関係ないか。聞いてみよっか。日本のことなのか、海外のことなのか。日本か、ロシア、ウクライナか、海外のことか、なんか聞いてみようか。とりあえず、これは良いものですね。良い、良いです。何かが統合される。はい。じゃあ、それは、日本か、ロシアとウクライナか、その他海外、何に関するものですか？あ、どこに関するものか。うん、それは、日本か、ロシアとウクライナか、その他海外か、どこに関することですか？三択。何が統合されるんだ？どこで何が？まず日本。おう、いいカードだね。ロシア、ウクライナ、これ違うかな？その他海外。さっきの女教皇と月が出ましたね。ズバッと出ました。ロシアとウクライナは全然関係ないかな。ちょっと置いといて。さっき出たカードが出たね。まあ、正位置逆位置、月が違うけどさ。あ、なんか、あ、いや、あってるか、さっきこれとこうだったんだもんね。は、すごいね。ここで出たカードが一致したようで、正位置逆位置がこうひっくり返って。そうだよね。さっき月の正位置と女教皇の逆がなんか統合されるって言ったんだよ。あ、じゃあ、日本とどっかの海外が、あの、良い感じになるみたいな感じじゃないかな。日本となんだ？まあ、海外、その他の世界が宇宙かもしれないし、日本となんかその他の世界がなんか統合されるみたいな。いい意味でだよ。まあ、キーカードが力の逆だから、あ、まあ、ここではあんま良くないけど、でもさっき出た、ね、マジシャンのカード見る限り多分いい意味ってだから、なんだろう、例えば、なんだ例えば日本、そういえば今日なんか宇宙誕生日とかだったよね。そうだよね。日本と宇宙が統合されますとか、日本と何かこうスピリチュアル的な世界がこう統合される時なんですとか。宇宙誕生日か、宇宙記念日じゃないか、宇宙誕生日だっけ？なんか、そうなんだったよね。そうそうそう。日本とどっか何かの世界がこう一緒になって何かが生まれるよみたいな、そんな感じだと思う。お、なんかすごいね。このカードがさ、再び2枚セットで出た。で、正位置逆位置もこうひっくり返った同時にみたいなのが、今すごいミラクルだなって思った。うん。はい。じゃあ、この石は今後どうすべきですか？復元するのか、お祓いするのか、そのままか、もう放置していいのか。復元だとくっつけるとかだよね。それとももうなんか思い切って粉々にもうぶっ壊しちゃうみたいなのもあるかもしれない。何があるかな。復元、お祓い、そのままぶっ壊す、なんだろう。何が考えられるかな。この石どうすべきですか。じゃん、正義の逆。これは、対になってるカードが逆を向いておりますね。ズバッと出ました。結構過激なのが出た。タワーの逆と死神が出たから、多分ね、役を終えたんだと思うよ。役割を終えたから、なんだろうね、これ。でも、お祓いするみたいな、丁寧に祀ってお祓いしてみたいなのも出なかった。なんか、
もうこの辺見るともう用が終わったから結構ザクザクしちゃって、それこそ砕いてもうなんだろう、ポイしちゃうみたいな、海にね、そういう捨てちゃうみたいなくらいの、そのくらいのなんか処分の仕方みたいな、ちょっとそうね、その場に置いとくみたいな感じでもないなと思った。イメージ的にはこう海に沈めちゃえくらいのなんか過激な処分方法だなって思った。どうでしょう、ナスの皆さん。ナスの皆さんってこう問いかけ、あね、話しかけたところでどうだろうな。なんかね、多分もうバランスを崩してるので、復元は絶対ありえないでしょ。お祓いみたいなのもなんかあんましなくて良さそうなんだよね。やっぱなんか砕いて海にみたいな。じゃもうなんかちょっとそうね、過激なイメージだね。そんな感じでどうでしょうか。はい、もうザックザック言っていいかもしれない、気が引けるかもしれないけどね。さてということで、これいいことだと思うよ。まとめますと、もともとこの石の持ってたエネルギーは、ね、タワーのカードとか出たからさ、ね、タワーがザーンって出たから、よっぽど悪いと思う。よっぽど悪いものをこう封じ込めてたんだと思う。で、割れた意味っていうのはいいことです。マジシャンのカードです。マジシャンと恋人が出たからね。何か女教皇の逆と月のようなシンボル。まあそれがね、なんか日本と何かその他の世界っぽいんだけど、それがこう統合されて何かこう想像されるみたい、作り出されるみたいな、とても良い意味ですね。で、今後どうすべき？これ、もう、粉々みたいな。って思うかもしれないけど、そうだな、こう、粉々ぐらいの感じだったよね。タワーの逆と死神って。もう、一生見ないくらいのところにやってしまえみたいなさ。そのくらいの、ね、処分方法みたいなのを感じてしまった。はい。ということで、この占い信じるか信じないかはあなた次第です。いいことならいいね、じゃあ。なんだろうね、何が起きるんだろうね、日本とどこかでね。日本と海外が統合すると、いや、それはないだろうって思ったんだけど、日本と宇宙とかかもしれないしね。何か良いことが起こると思いますよ。はい。では、じゃんけんこう。たまーき、じゃんけん、じゃんけんぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。